声は愛を釣る名人です。古代エジプトで十進法の原理が作られました。読書の楽しさを知ってください。人間の価値は知識をどう活用するかで決まります。彼は愛を釣る名人です。古代エジプトで十進法の原理が作られました。読書の楽しさを知ってください。人間の価値は知識をどう活用するかで決まります。彼は愛を釣る名人です。古代エジプトで十進法の原理が作られました。人間の価値は決まります。